フルオロサクサンメチルは非常に毒性の強いメタノールとモノフルオロサクサンのエステルである。常温では無色かつ無臭の液体として存在する。研究用の化学物質や殺素剤として使用されている。かつてはその毒性の激しさから MFA は化学兵器として使用することのできる可能性があるとして研究されていた。一般人が フルオロサクサンメチルにさらされる可能性は低いが、業務上使用する人は、吸い込んだり直接皮膚に触れたりしてしまう恐れがある。フルオロサクサンメチルは、メチルエステルの一種であり、フッ素原子と官能元として、カルボキシ元をその構造に含んでいる。MFA の匂いは無臭化、してもフルーツのような香りが、かすかにするのみである。また MFA の沸点は、 摂氏104.5度、有点は低、摂氏35.0度で、常温では液体である。水に、可曜で、石油エーテルにも、わずかに溶ける。MFA は、嗅覚試薬による不素の痴漢に耐性があるため、他のハロゲンに比べて、CF 結合の安定性が高い。他のハロゲン化作酸は、タンパク質が持つチオール元と反応するより、強力なアルキル化剤なのに対し、 これは MFA では発生せず、独特の毒性作用を示す。さらに MFA は、毒性を持ち MFA と同様の生体内変化を示す、フルオロ酸酸化合物の誘導体である。MFA は1896年に、ベルギーの科学者スワートによって、ヨード酸酸メチルとフッカギンを反応させることによって、初めて合成された。また、 クロロサクサンメチルとフッカカリウムの反応でも合成可能である。その毒性ゆえ、MFA は第二次世界大戦下において化学兵器としての使用を検討され研究が行われた。無色かつ無臭という性質から水あたりを引き起こすのに向いているとみなされ、水源を汚染して人口の大部分を殺すことができると考えられた。終戦までに少数の国が敵を 衰弱や死亡させる目的で、フルオロサクサンメチルの製造を始めていた。ありがとうございます。